さあこんにちは、カオクです。さあ本日ね、バトさんランキングバトルやっていきましょう。まずマジンプティン使っていきます。あ、このプティンはマジン乗りの方ですね。でラグスとでターレス、光明ザマスにスーパーオレンからの時の火曜日で、今回の主役ブースターパック3、1個前のベジータブースターパックのベジータ使っていきます。アプリは2でいきます。アバターなしです。さあ今回は、ブースターパック3のベジータ使っていくんですけど、まあ、もちろんドラゴンさんプレゼンツということで、進化し続ける力というアビリティ持ってます。攻撃のチャージインパクトで勝つと、自分ね、ベジータ、このベジータのパートカードと与えるダメージ2倍と継続で、受けるダメージも半減、しかも毎回なんで、ラウンド進めば進んで、チャージ、攻撃チャージ勝てば勝つほど強くなると、まあ、進化し続けるってことですね。まあ、その名の通り、それ使っていこうと思います。お願いします。暗黒画面の中5時ゼノイチもいますね。うん、ザマスは極炎かな。で、あの悟空は錬磨じゃないね。錬磨悟空ではないと思う。中5時 OK OK。 まあ HP はそれほどでもないな。あとは相手がチャージをするかだけ。OK。まあ、必殺技打たれるか。記録回復はクロノアのみと。で、25% 減。まあ、打たれんな。全出しかな、ほぼ。ほぼほぼ。ザマス、下げてきたな。OK。気絶しないとそれでいいけどな。 OK。 OK。 さあ行きましょう。暗黒仮面を久しぶりに見ましたね。あー、ちょっと開いた。外して。あ、これはお情けですね。お情けチャージ。 OK。 黄色15時貫通か。いや、ダメだな、チャージ目が。エリート決まってたら死んでた。 OK。さあ行きましょう。ラグス発動するから美味しい。 OK。 ボットメーターはないね。あー、やっぱザマス、ザマスいるからな。ラグス戦闘不能は痛いな。ターレス後スキャンしちゃったかも。OK。 チャージ負けましょう。オッケー。さあ、ゴッドバード。オッケー。オッケー。ゴッドメーター打ちます。 OK。 俺の予想では相手最速押せないですね。だから多分もしかしたら完全に決めたいからラグス発動させたくなかったんじゃないかなと思います。 OK。 多分戦闘6000円かな、相手は。オッケー、中古地に行ったの美味しいな。
いいでしょう。やっぱラングス発動しなかったな。オッケーオッケー。まあ受けるダメージ半減してるんで、ベジータにいてくれたら嬉しい。オッケーオッケー。まあ中5時耐えりゃなんとかなると。フリーズか。あ、まあまあターレスがいるんで。ターレスこう考えてやっぱ強えな。あの気絶してもその最後起こしてくれっかんな。何？さあ OK。 これ2倍になってるね。ベジータ、半減でパワーガードも2倍と。ベジータに入ったのは良かったのかな。ガード1になるんだっけ。ならないよね。ガード1になるのか。まあ、なっちゃうのはしょうがない。ただここを防いだのはでかいわ。オッケーオッケー。うん、でかいでかい。逆にベジータ入ってくれてよかったですね。で5日目、これなんだろう、この悟空。ダメージ2倍か。オッケー。時の海王星入ったのは美味しい。ガード高いんでね。さあ行きましょう。一回耐えれば最速になるんじゃない相手。やっちまったぜい。まあ時の海王星の亀裂はまあ別にいいっす。 OKOK、 全然食らわないですね。ザマスとあのアバターは極限アプリ聞いてるんで OK。オッケー。ユニットないよね。オッケー、いいっすね。さあヒーロー。通行時時の海王星に入ったら面白いな。オッケー。あ、入らない。まあいいでしょう。ブーストマックスだとしてもまあまあいいでしょう。そっか、ザマス極限なの忘れてた。ここではやってこないね、もう。あ、やってくるんだ。3ラウンド耐えられるかなと思うんだけど、どうだろう。気絶させよ、んちゃん。OK。気絶させちゃえば、何も反応しねえはずだから。まあ、そうですね。まあ考えればなんかいろいろできる。ここかと。さあ行きましょう。いやーちょっと痛い。上手だな、やっぱこういうとこは。まあいいでしょう。じゃあ時の海王星はの、あ、オッケーオッケー。フリーズ美味しい。トリプルやります
15時にします。ゼノイチでもよかったけど、多分先行取れるんで、さあ行きます。 OK。 上手。最近キー騒動に集中する人が多い。まあでも 70% 減なんで OK。 取れるまでゼロにしてやる。オッケー、ゼロにします。オッケー。これポルンがね、もうなんだろう、低レートデッキの強みですね。ポルンが押せるかどうかは、これさえ押せりゃちょっと後半の展開変わってくるんで。オッケー。エナジーたまんないはずですね、そんなに。超速くなる。なるほど。先行取れればゼノイチにならないんで、これでいきましょう。じゃこれ下げるか。7000か、お互い。じゃクイックで負けたかな。クイック負けだったら痛いな。7000出ないな、多分。5000ちょっとぐらいじゃない ?OK。やっぱそうっすね。じゃあ、ゼノイチは発動しないと。あと、チャージカッチャーなんとかなると。OK。ヒデさせるか。ヒデさせなくてもいいな。パワー上がっちゃったな。15時か。じゃあ、あ、いや、チャージ勝ちましょう。倍増になってくれるんで。OK。最速はやっぱ押せないですね。OK。OK、OK。15時いった。じゃあ、ノーチャージ。ミラクル出るの嫌なんで。OK、美味しい。あと、龍拳とトリプルを残してあるんで、4ラウンド先行取れればいける。多分取れると思いますね。さあ、行きましょう。攻撃食らうか、多少。このエリートは食らってもいいかな。スーパーエナジーがあるのか。ここに。OK。スーパーエナジー7000いかないから、OK。ノーチャージしましょう。OK。追撃入らない。多分スーパーエナジーやらないです。OK。ということで、3ラウンドね、インペラタイム入りましょう。カルコミヌ帰り見ぬ帝王に敗北はない。1枚出すかな。2、3枚出してる。 OK。 OK。 まあいいでしょう。1万5000どうだ。パーレスでいくかな。 OK。 気絶させたい。最速ですね。 OK。 ノーチャージしてきたと。
全然減らないな。25バーゲンが入ってるのか。バード硬いか。OKOK。バード硬いわけじゃないですね。パワーがターレス上がってないからか。まあいいでしょう。OK。いいです。2ドーンいけるかな。入れ。秘術には入らない。OK。強い。さあ行きましょう。OK。ということで、カオク流エリートデスコンボ。今日はいっぱい寝てます。行きましょう。さあオーバーキルさせていただきましたということで、今回はねブースターパック3のベジータ使わせていただきました。アバターもないですし、そんなこれとね、まあターレスとか入ってるかもしれないですけど、それ以外は低レートで組ませていただきましたね。対戦ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。今後もねこういった感じでやっていこうと思います。もしねよかったらチャンネル登録していただくと嬉しいです。パークでした。